ハイディ・マリー・ステファニー・ション・パイパーは、アメリカ海軍軍人、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。海軍での階級は、大佐で、海南救助隊員も経験し、オアフ島沖でのエクソン・ヒューストンの座礁救援や、ペルーの潜水艦パコーチャの引き上げにも携わった。宇宙飛行士としては、STS-115 と STS-126 で二度宇宙を訪れており、 歴代25位となる合計33時間42分の宇宙遊泳も行っている。ステファニーション・パイパーはミネソタ州セント・ポールでウクライナ系アメリカ人の家系に生まれた。1980年にセント・ポールにあるダーハム・ホール女子高校を卒業し、マサチューセッツ工科大学で1984年に機械工学の学士号。 1985年に修士号を取得した。アマチュア無線の免許を持っている。ステファニーション・パイパーは、1985年6月に MIT で予備役商工訓練課程を受け、フロリダ州パナマ市のネーバルダイビングサルベージトレーニングセンターで訓練を受けた。彼女は、ための遠征の途中、オアフ島で座礁したエクソン・ヒューストンの救助を行った。現在は、 海軍大佐の階級にある。ステファニー・ション・パイパーは、1996年4月に宇宙飛行士の候補に選ばれ、6月からジョンソン宇宙センターで訓練を開始した。2年間の訓練と評価を終え、ミッションスペシャリストとして採用された。最初は打ち上げと機関時の飛行士の支援の任務に携わり、またペイロードや宇宙遊泳の部署にも所属した。 ステファニーションパイパーは2006年9月9日に打ち上げられ9月21日に帰還した STS-115 でミッションスペシャリストとして初の宇宙飛行を行い女性として8人目の宇宙遊泳経験者となった2度の宇宙遊泳の合計は12時間8分に達しこれは女性としては2番目の記録だったまたミネソタ州出身の女性が宇宙に行ったのは 初めてのことだった。2006年9月22日、家族と友人が催した期間パーティーで、ステファニーションパイパーは2度転倒した。ヒューストンのエリントンホールで行われたセレモニーでは、スピーチの間に軽い頭痛を感じた。外科医の診察によると、体に悪いところはないが、地球の重力にまだ慣れていないということであった。 2008年11月14日から11月30日まで行われた STS-126 ではミッションスペシャリストとして3度の宇宙遊泳を行った。3度の宇宙遊泳を終えて合計時間は33時間42分となり、これは歴代25位の記録となった。2009年7月に彼女は NASA を退職し、 海軍での勤務に戻った父のマイケル・ステファニションは、個人で、ウクライナのガリツィアで生まれ、第二次世界大戦中はドイツで働いていた。戦後に、ドイツ人の女性と結婚し、アメリカ合衆国に移住した。母のアデル・ハイド・ステファニションは、現在もセントポールに住んでいる。ステファニション・パイパーは、ウクライナ人のコミュニティで育ち、ウクライナ語を話す。彼女は、 グレンエパイパーと結婚し、祖父から取られたマイケルという名前の息子が一人いる。彼女は自分の家族のルーツを忘れないため、自分の旧姓をハイフンで結んだ。趣味はスキューバダイビング、水泳、ランニング、ローラーブレード、アイススケート等である。ありがとうございます。